さあ始まりました、リトルバスターズ R。 なんか今日はちょっと息苦しいです。なんでだってなんか初めて席が違うんだよ。あえてなんかやったけど、はい、若干後悔しつつあるみたいな。早いまだ始まったばかりですよ。ごめんなさ いやいやいやうまく喋れなかったら本当ごめんなさい。いやいやこれ聞いてる人はなんだかよく分かってないですよ今現状。そうですね。あ、俺ね。ああ、ごめんなさい。筋肉筋肉。今日はここからトークにしますか。あ、1時間ぐらい。いいですね。いいですよ。この後の段取りもあるから。ダメ。ダメ。今もう大丈夫ですか。ここにいるだけで緑川さんなんかしっちゃかめっちゃかですよ。そう。こっからトイレ行けねえ。やばい。行かせない。どういう席替えをしたかというとですね。いつもヤスミンがいる席に私若林がいます。はい、ここ交代です。はい。でいつもトイレに一番行きやすいところ。一番トイレに行きやすいところにカンナさんがいらっしゃる。そうそう、俺がいる。そう。今日は俺がトイレに行ける感じ。いやダメだよ。じゃあ、いつも、なんだ、カンナさんがいる席なのかな、そこ。あ、でも今日4人だから、増えてるんだよね。そうそうそう。な、まあ、あんまりいない席に、ヤスミンがいて。あんまりいない席、そうそう。で、私の席に、緑川さんがいるんですけど、すごい緑川さんの落ち着きがない。うん。はい。だって、貧乏ゆすりが止まってないもんね。いや、今始まりました、急に。なんで今回カンナさんがいらっしゃるかというとですね、今回は2月に29日がないので、筋肉会がお休みになってしまった。なるほどね。そういうことでね。わかりますか？はい、わかりますよ。で、その代わり今回、変わりますかって。この4人の共通点がね。共通点。何でしょう、共通点。共通点といえば、リトルバスターズだ。まあ、それは間違いない。それは間違いないけど、もうちょっとすごい。ピンポイントで。そういえば、私、クドプロトタイプだった気がする。そう。そして、私はブラックですよ。私はホワイトです。ほいで？俺は本家です。いや、本家。そこだけ持ち上げるし。ああ、長田さんがいない。長田さん。残念だね。長田さん以外を抜いたクドが全集結した。第21回イエーイ！特別会、イエーイ！ロリロリしくやっていきたいと思いますよ。でですね、今からクド、クド、クド、ジャッジクドの4つの札を引いてもらいます。わ、なんか。お、すごい、特別仕様ですよ。すげえ。すごい、本当だ。すごい、今回のためだけの。上手上手。いや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 。はい。でですね、ジャッジクドを引いた人は3人のクドに質問して、今日一番クドしてる人を最終的に決定してください。今日一番って始まったばかりでも、今日一クドね。そうそうそう。ここまでの間にすごいクドってるかもしれないし。ココイチってこと？ココイチで。はい、じゃあ、ちょっといつもとね。本家に負けたくないですけどね。これ気になるよね、やっぱね。いや、まだ。本家とプロトタイプの、やっぱ、勝負みたいなね。俺は、どっちかというとジャッジにはなりたくないな。あ、逆にね。そう、めんどくさいもん。めんどくさいのは。じゃあ、とりあえず引きましょうか。はい。回ってる回ってる回ってるよ。ティアティアティア、よーせーの、ついにクドクド、はい、クドジャッジです。一番厳しいとこがジャッジ来ましたよ。やっぱ一番ジャッジメントにふさわしい人ですよ。なるほどね。じゃあいいですか、早速質問して。はい、いくつかしたいんですけれども。じゃあまず、お、もうアピールタイムですか。やりますね、プロタイプ。なんせプロタイプですから。でも最初飛ばしちゃうとやばいかもね。そんなことないです、本家には負けないですよ。もうバトル始まってる、怖いよ。まあ余裕っつうんですか、本家。え、くどしくない、くどしくない。はい、じゃあ静かにしてください。はい、いきますよ。じゃあくどといえば何でしょう、はい、イメージすることをじゃあ順番に言ってください。はい、じゃあとりあえず順番は、プロトタイプ、はいはい、ホワイト、はい、本家。そうですね。こんな感じで、はいはい、お願いします。クドといえば、はい、わほー、この口癖ですね。口癖ね、なるほどね。はい、クドといえば昆布。いや、それはどういったところから。はい、クドはアニメの中であれだけ和風をアピールしているのに、はい、よく食べているものは昆布巻きばっかりです。はい、昆布。なるほどね。はい、はい、じゃあ本家。クドといえばもうそれはもう盆栽ですよね。盆栽。盆栽です。盆栽。おじい様が送ってくださった盆栽です。あ、びっくりした、思いっきり罵っているのかと思った。違います。アニメのあのワンカットだけですからね。そう、盆栽です。盆栽出てきたのあれだけですけどね。盆栽です。やっぱ違う角度は違いますね。ね、ちなみに私は能見です。角度といえばね、それはただの名字じゃないですか。自由じゃないですか。いや、そうですけど、何をイメージするか。角度といえば能見。あ、確かに。はい、じゃあ
もう、どうしようかな。もう一つ聞きます。はい、いいですよ。どんどこいなのです。好きな声優さん。好きな声優さん。クドといえば？いやいや、別に、まあ、別にそう、クドといえばっていうか、もうご自分の感性で答えてください。あ、それがクドらしいかどうかっていうことですね。それたくさん言うし、ご自由に、もうさ、トップバッター結構大事ですよね。どういう路線で来るのか、あとの2人が変わってくる。あの本当に私自身が好きな声優さんでいいんです。それはもうどうぞご自由に。本当ですか。何顔あからあげてんの。はい、言いなさいよ。はい、ですね、あのこまりちゃんのおじいさんの役をやられました小次郎さんの大川徹さんが大好きなんです。はい、ね、あのいい声ですから。それはもういい、分かったな。それはいいよ。わざわざ言わなくても。そこ工藤のおじいさんじゃなくていいの。工藤のおじいさん。おじいさんじゃない。はい、どうぞ。じゃあ、はい、工藤といえばやはり神田信俊さんかなと思います。マジっすか。私もホワイトですけれど、やはり本家にはかなわないかな。なるほどね、はい、なるほど、はい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 。はそういう風にアピールしているんだった。あ、やばい。本当のこと言った。本家。そもまあ黒って言ったら、まあ、緑川光かな。あ、それ神田さんじゃん。それでいいんですか。もうじゃないですか。今日そこにいると素直じゃない。うるさいな。じゃあいいよ、もう一番クドっぽいのは、はい、もうカンナ君だ。なんで？いやいやいや、違うでしょ。ごめん、ホワイトと悩んだんだけど、ホワイトかなり。ちょっと待って、ブロードタイプが。もうあなたはごめんなさい、もう例外です。もうまず誰が脱落するかって言ったら、まあ、あなただったんですけど。なんでって。いやでも、あのトモちゃんが言うことは正しい。もし選ぶんだったら、まあ工藤といえばだったね。なんでも同じ。どっから出てきたんだろうなって。顔が大川徹さんだけど。本当に好きだ。いや、岡徹さんさすがにやっぱり、確かにあのいい声だし、はい、も大好きだけどね、はい、でもお前面白かった。なんでここで私が告白しなきゃいけないんだよ。いいよ。でも本当あのね、100% 別に俺の名前が出てくるとは思わなかったから、ちょっとやられた逆に。いや、自分の名前とか言うかなと思ってたんだけど、狙い撃ちだったね。そこそうそう、ちょっとね、俺の予想外すぎてやられた。いやー、予想外好きですからね。好き。はい、なのでね、何を引くんだ。札。じゃあ負けた称号は、負けた2人が引くんだよね。わかりました。はい、じゃあホワイトとプロトタイプが。はい、じゃあ納得いかないのはともえちゃんだよ、むしろ。いや、あなたはもう、ね、そうですね、そうそう、私はもうダメなんですね。はい、それに関しては私は納得です。はい、ではホワイトクドリャフ君のタミヤス引きました。ペンネームブライア馬車の中さんからいただきました。称号初代。やめなよそれ。初代クドってことじゃん。どうなのそれ。でもちょっと、でも若干役作り変えてもらいたいよ、ね。はい、初代ホワイトクドになりました。あ、いいんじゃない、初代初代。ホワイトと区別つけなきゃいけない。昔はロリでした。はい、いきます。チェイスリバーさんからいただきました。変身をあと2回残している。わー、さすがプロトタイプだね。まだまだこれが本当の私だと思ったら大間違いなのです。どういう風に来るのか難しいね。でもクドじゃないものに変身した可能性もあるってことだね。そうなんですよ。でもあれだよね、よくドラクエ的に言うと、どんどんこう強くなっていくパターンだよね。基本的には強くなっていくはずですがね。なるほどね。それが一体どんな変身かはまだわからない。どんどん筋肉ついていきそうで、ちょっと怖い。そんなことはわかりませんよ。筋肉力。リトルバスターズ夏目京介役、緑川光です。初代ホワイトクドリャフカ役、夏目凛役の田宮智恵です。変身をあと2回残しているノーミクドリャフカ役の若林直美です。はい、井ノ原正人役の神奈信俊です。リトルバスターズ R はテレビアニメが放送中のリトルバスターズのラジオ番組です。で、第21回は特別編、4人のクドでお届けしていきたいと思います。セフー。どうします、初代は何風にします。あ、初代はセフーで、あ
のこの後まだ進化してホワイトクドリャフカになったのでホワイトクドリャフカのプロトタイプです。もう設定がはいいな。じゃあ初代からホワイトになっていくって、ね、プロトタイプから初代のホワイトクドリャフカが生まれてそこからホワイトクドリャフカになりました。はい、なんだろう、立つ瀬がない存在すら許されてない。でもあと2回をどこで使うかだよね。そうだね、使いどころがね結構大変だよねこれ、うん、カナさんちょっとここで変身してみてみたいな。なんかいや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 それずるいよね。いや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 台本がないといろいろ難しいんですよ。アドリブ聞かないってことでしょ。だからあんまり聞かないんですどうどうと、あ、そうだそうだ、声治りましたよ。おめでとうございます。先週まではなーちゃんというですね、うん、人が出てきてたんですけ ど、ね、あのちゃんと治りましたんで。でももうずっとこれからなーちゃんで行くけど。なーちゃん行かないってところがなーちゃん大人気でたくさんの反響をいただいております。いやでもね申し訳ないけど、うん、なーちゃん今出せって言われたら出ないからね。そうだよね、なーちゃんだなんか、はい、ラジオのねブースの中で聞いてるときはいつものほら顔見ながらだから、うん、あいつもの若ちゃんだなちょっと声枯れてるなぐらいしか思わなかったんだけど、うん、ラジオで聞いたら完全別人だったね、うん、びっくりしたよ。そんぐらい声が枯れ枯れだったので。枯れ枯れだったのね、はい、はいはい、そうなんです、はい、そしてですね、うん、なぜ21回が駆動会なのかという説明をしなければいけないと言われたんですけれどもはい、はい、説明がうまい休みお願いします。はい、なぜ駆動会なのかというとゲームリトルバスターズの中で括弧21括弧カッコ閉じカッコの間に21ですね、うん、が入ってる状態を急いで書くと、ね、ロリっていうカタカナに読めませんかっていうネタがあったんです、うんうんうんね、見えるぜっていう感じの、うん、そういうネタがアニメではまだ出てきてなくて、はい、なのでラジオ聞きながら、うん、ロリってなんだ、なんでみんなロリが21なのって思ってる人もいるそうですが、はい、ゲームからのネタということでした。アニメでもやるよね、こんだけインパクトがある ね、これ実際聞いちゃったもんねこれなんだっつって、ロリってなんだってぜひぜひやりたいですよね。最終回までに出てくるかな。ぜひ出てきてほしいですけどね、どんな形でもやりたいと思います。はい、はい、それでは参りましょう。リトルバスターズ R ミッションスタート。リトルバスターズ R、 この番組はビジュアルアーツ響きタブレコミュニケーションズの提供でお送りいたします。野球をしよう、あんたが監督だ。リトルバスターズの携帯カードゲームがいよいよスタートだ。しかも無料で遊べるんだぜ。カードを育てて自分だけの最強チームを作ったり他の監督と戦ったりできるのか。こいつは穏やかじゃないな。詳しくはリトルバスターズカードミッションで検索だ。ミッションスタート。メールを読んでいきますですよ、はい、よろしくお願いしますね。あ、なんかお姉さんになった。はい、私変身した、変身して、うん、のおになりました。あ、はい、皆さんお元気ですか。クドがどんどんパワーアップするわけじゃなくて違うものに変身できちゃう能力なんだ。そうなんです、別人に変身できる。最後超気になる。おじいちゃんだったらどうする。まだあと2回あと2回1回目がこれなので、うん、あと1回残してますからね。超気になる。どうしよう、楽しみにしてくれたら嬉しいな。楽しみにしていい変身の仕方をしてくれるってことね。そうやってハードルを上げるんじゃないですよ、カンナさん。さすがまだアニメにも出てきてないのに先取るね。ギリしてるかな。大丈夫これちょっとダメだったらどうしよう。もうすぐだぜ。そうですね、いいのかな。そういう感じの人が出てくるってことね。ちょっとピーしといてください。またここからずっとピーになっちゃうじゃん。いや、一体何に変身したのかな。この人何に変身した、ずっとピー。それはそれでいいじゃないですか。それはそれで面白いんじゃないですか。気になる、何に変身してるんだろう。ずっとこの人ピーなんだよ。私とかの反応もあ、ピーさんだ、ピーさんだって言って。ヒントはコスモナーフトですっていうね。はい、ではメールいきます。ペンネーム浜の筋肉番長さんからいただきました。皆さんこんにちは。僕は高3の受験生です。先日とある大学の入試を受けたのですが、英語の長文読解問題の英文の内容がなんと筋肉についてだったのです。マジで、すげえな。本当ですか。そう、マッスル
ルやボディービルダー、さらにはプロテインなどの単語が出てきて、試験中だというのに頭の中はマサトでいっぱいに。試験終了まで筋肉イエイエイが頭から離れませんでした。そのおかげか、第一志望である大学に合格することができました。おめでとう。嬉しい嬉しい。いや、カンナさんのおかげってことじゃんね。いや別に俺のおかげじゃないよ。でもそっから脳が活性化したのかもしれない。そう、あのリトルバスターズでマサトのことが好きでなければ、プロテインって出てきた瞬間にものすごい動揺するかもしれない。そうかもしれない。なんだっけプロテインって。やっぱちょっと好きなものに触れるとね、ちょっとおってなるからね。そうだね、うん、そうですよ。よかったね本当に。実は他にも、あの試験うまくいきましたとか、そういった感じのお便りとか、あと試験の時のエピソードがいっぱい送られてきました。ありがとうございました、ね、はい。じゃあ、受験のお話ちょっと、もう一本行きましょうか。ペンネーム村モッティさんからいただきました、はい、僕は先日高校受験に行ってきました。テストを始めるときは始め、やめるときはやめと、それぞれの教室の試験監督が言うのですが、僕の教室の試験監督は男で、その人のやめが妙にエロいのです。なんか俺も一瞬そうかなってちょっと思って。始め、いや、気になる。え、何よ少しトーンの高い声で言ってしまえば明らかな BL 要素があるのです。以上、僕の近況報告でした。そう、面白いな。なんかね、そう読んでてそれと似てるなって思ったの、俺も聞いてて。始め、やめね。始め、でもやめが、始め、やめ。やばい、やばい。カンナさんもやめって言ってみてください。始め、やめ。あ、気になる。で、ガタって、とりあえず女子ガタいけます。今度カンナ君と二人やるときはカンナ君ほとんどそんな感じだわ。いや、そうですね。ないあれ、どっちだっけ。俺が生命だよね。ないね、普通にやりたいんだって俺は。いや、貴重なやめありがとうございます。ありがとうございました。続けて BL の話来てます。マジか。でもさ、最近男の子もなんかそういう、何、 BL 好きな人が多いってニュースで見たよ。ニュースで、うん、それもびっくりしましたけど。なんか普段誌だって。そうそう、なんかね、最近増えてんだって。あー、 BL 見てちょっと燃えちゃう気持ち。そうそうするとな、そういうの好きな、はい、その西園さんタイプの女の子とお話が合うんじゃない。西園さんそうそう、合うんじゃない。でもなんか女の子ばっかり来てる声優さんのそういった作品のイベントに男子混ざってることありますよね。いや、それはある、いや、あるよ。それは。多分話が合うんでしょうね。うん、俺はカップリングこの子とこの子だな、みたいなことをずっと話してる。だからまあ柔軟性でいいんじゃない。そういうのも理解があるってことで楽しめるじゃん、余計。ね。いろいろと。はいはい、どうぞ。いきますか。ペンネームイクミンさんからいただきました。私は車の部品を扱う仕事をしているのですが、部品の検索コードで BL コードがあるんです。研修の時にこれを知らされた時、思わず、えっと思いました。あれから1年近く経つのですが、未だに意識してしまいます。さらにどの部品がいるのかお客さんに聞くときに、受けの方ですか、オスの方ですかなどと言うのですが、思わずニヤリとしてしまいます。皆さんは仕事中に思わずニヤリとしてしまうこと、驚いたことってありますか。あのさ、たまに台本で BL って書いてあるよね、あれ何の略だ。ブラックブラブラBL ですよね。書いてある、書いてある。ブラックアウトじゃないし、ブラインドロールじゃないし、何ですか ね。あれ何だろうってよく見るよね。見ました見ました。バックラウンド何でしょうね。何だろうね。え、こうなってますっけ。俺でも BL よりも OL の方がドキドキするけど、ね。あ、OL もある。ある。それはオーバーなんちゃら。オーバーラップじゃん。オーバーラップだ。OL ね。うん、いや、台本にわざわざ OL そう。キランって出てくるわけないでしょ。オーバーラップして。OL の気になるじゃん、俺的にはさ。ああ、なるほど。でも緑川さん BL が気になると。気になる。なんか笑っちゃう。何がラップしてるんだろう。なんだろうね、ブラック。よく見るんだよな、でも。なんでしょうね。え、でも、オスですか、受けですか。専門用語。あの、マイクの頃とかもね、オスメスってあって、うん、出てるか引っ込んでるかっていうのがあるから、多分そういうことだと思う。キャノンね。オスの BL ですか、メスの BL ですか。え、BL BL 自体が何なのか、 BL 自体が何なのかってことだよね。受けの方ですかって面白いですね。すごいね、受けって。まあ、つまり こっち側かみたいな。うわ、気になる。いいえ、攻めですみたいな。まあ、でもコードはね、接続部分はね、あのオスメスがあるからね。BL は、あ、黒のことだそうです。黒みだ、黒み。あ、そうか、ブラックってことね、もうそのまま。あ、なるほどね。え、ブラックの黒みのことなんだ。なるほどね。じゃあ BL って思ってた方が楽しいや。
ブラックね。はい、LL、L だよ。L だよ。わかってるよ。わかってるよ。以上ですね。お便りたくさんありがとうございました。現在発売中のチーズマガジン4月号は、なんと、リンさんのお風呂フィギュアが付録につきます。笹瀬川ささみ役、徳井空さんのインタビューも要チェックなのです。チーズマガジン4月号、好評発売中。しかし、すごいフィギュアです。わほー！目からごぼう！はい、このコーナーは間違ったことわざを紹介するコーナーですと。今回もいろいろと来てますんで紹介していきたいと思うんですけども、それはそれは楽しみだね。そう、2人はね初めてだもんね。はい、このコーナーとても気になっていたんで、とても楽しみ。ふけたよ。もうしたの？あれ？変身？早くない？変身したの？誰に変身したの？おばあちゃん。どこの？どこの？誰？誰の？誰の？どこの？どこ どこのキョロキョロしてる。角の3つ目曲がったとこにあるタバコ屋にいるおばあちゃんだよ。それどこ？え、ごめんなさい、もう こんな段階で来ちゃったんですか？そうなんです、もうさっさと終わらしちゃいたいんです。元に戻っちゃうのこの後？戻るやん。ね、ごめん、一回だけリセットしていいよ？やだ。なんで、なんで、なんで、それなんですか、キャンセルってこと？はい、お題みたいな、面白くないからもう一回みたいな。いやいや、自由にして一回だけ押せるよ。じゃあキャンセルでも今のうちだと思うけどな。今のうちだと思うけどな。リセットリセット。なんですか、なんか楽しみだな。そうだね、ごぼう楽しみだな。初めてだもんね。目からごぼう楽しみだな。私はまだ初めてだもんね。はい、ほんとほんと。というわけでね、読んでみて、うん、お願いします。ペンネームインドアハキノコからいただきました。はい、これは僕が小学校6年生だった頃の話です。はい、卒業を控えた僕たちは最後にクラス単位で何かして遊ぼうということになりました。その計画担当になった僕たちは当日まで何をするかはお楽しみということで、お別れなんとか大会という仮タイトルで進める予定だったのですが、はいはい、なんとかじゃ芸がないと思ったのか、当時テレビで聞いていたことのある単語を使って、なんとお別れちょめちょめ大会に変更してしまったのです。同級生のおそらくほぼ全員は純粋にちょめちょめはなんとかと同じ意味だと考えたと思うのですが、先生や保護者は小学生のちょめちょめ大会と聞いてどう思ったのでしょうか。小学生は怖いですね、怖いですね、怖いですね。ということで、いやー、こうちょめちょめ大会、まあちょめちょめってね、もうね、どういう意味なんですか？わあ、どういう意味ですか？そう、ちょめちょめってこう言いながら手でバッテンをこう作りながらちょめちょめって言ってたのよ。あ、なるほど。じゃあちょっとやっぱり放送コードに引っかかる系ってことですね。そうそう、だからピーな感じの。あ、じゃあ、あれだ。今ピーってなったね。ピーってなってる。やめてよそれ。やめてよそれ。だからなんだかわかんなくなるからね。お忘れ大会。だからわかんないからそれ。今すごい卑猥なかもしれないと思われてるけど、全然卑猥じゃないことだからね。え、何出たピーってなの？今なってますから。多分なってますからこれ。いやいや。いやだから全然エロくないからね。私が今変身してるものは。これピーってなのよ。やめ。これなってないです。これなんないの？これなんないんだ。これはなってないです。さっきのコーナーの一部分全部ピーピーってなっちゃうでしょ。え、じゃあちょめちょめって、私なんかバツバツだから、そうそう、なんか分かんないものみたいなだと思ってた。まあ不正字っていうことで、誰も注意しなかったんですかね。それこそ、いや、ちょめちょめはやめとこうよって担任の先生とかね。でも、うん、言い出せないと思う。ちょめちょめはダメだよ。なんで？うん、そうだよ、そうやだ、なんで分かってんのってことになっちゃうじゃん。 それが恥ずかしいの。多分そう、分かってること自体が恥ずかしい。ってやめて、やらしいなって言われちゃうじゃん、その人が。あー、そっか、これはこういうことの意味なんだよ。でもその担任の先生とかその時はそう思わなかったんだろうね。だからそう思う人がいてそうなった。だってさ、普通の有名なテレビの CM で、よがるっていう、別にそういう変な意味じゃなくて言ってたんだけど、やっぱそういう変な風にも聞こえるからって撮り直しになったのも知ってるから。あ、そうなんですか。そうそう、あ、鳥を、あれね、そう、あ、変わったってこと。変わった、俺も思ったと思った。そうそうそう、え、そうなんですか。でも俺最初聞いた時に、流れた時に、あ、これ流していいんだと思った。そう、ちょっと思った思った思った、うん、でも多分意味的にはなんだろうけど、やっぱそういう風に通る人もいるから差し替えになって、
あれね、あれでしたね、そうですね、ヨガでありましたね。あったでしょ。あったあった。絶妙なタイミングで思い出した。今思い出した。いいな、私も思い出したいが、でも私も何も思い出せない。なんか CM をちょっとそういう目で見てるから、なんか子供のおもちゃの3歳からのお風呂でやりたい放題とかも見てるだけでちょっと面白い。もうちょっと面白い。これはやばいと思わない。どこでそう引っかかる人がいるか分かんないけどね。 それのクレームが来たら、クレームが来たらやっぱり焦りますね。そうですね。そうそうそう、ともいちゃんに言われるまでそう思わなかった。私も思わなかったの。やばいよ、そういう脳みそを持ってる。こっちの方がやばい脳みそですよ。ホワイトですから大丈夫です。ちょめちょめな脳みそ、ちょめちょめ脳みそだ。大丈夫、ちょめ脳だ、ちょめ脳。ちょめ脳って言わないで。どういうことだよ。他には他には、はい、じゃあ続いてこちらですね。はい、ペンネーム、今日じゃなくてケンからいただきました。これは僕が小学生の頃の話です。よく朝のホームルームで先生が出席を確認するときに、〇〇さんは風邪でお休みですというのが、とある日の朝、バツバツくんは嘔吐下痢でお休みですと連絡がありました。僕はこの時初めて嘔吐下痢という病気の存在を知りましたが、いかんせん小学生なので嘔吐の意味がわからなくて、オートな下痢と、オートね、カタカナなオートね、オートな下痢と思って日々、戦慄したのを覚えています。え、オートメーションで起こるってことですか。そう、オートメーション、オートで下痢になっちゃうわけで。もう自動下痢ってことだよ、自動下痢。怖い。じゃあもうトイレに行くとか関係なく大丈夫ですよ。だからもう時間になると、そのままなんかウィーンとオートで、ウィーン出さなきゃいけない時間帯になっちゃったらもう出る。出る。え、我慢とかじゃないの。我慢とかじゃなくてもうできないよね。そう、もうウィーンオートマジック面白い。オートマジック下痢。オートマジック下痢、もうやばいですね。危険ですね。時間が来たらじゃあ待機しとかなきゃいけないぐらい危ない。オートメーション下痢。やばい、危ない。確かに成立しますよ。面白い。まあね、新幹線が普通ですみたいなもんだよね、こういうのって。そうだね、新幹線が普通です。そう、小学生だと普通ってふなんだっけ、通らないっていうのがわからなくて、普通の普通、普通、普段の普通と一緒で、こう新幹線が普通になりました。200キロで走らない新幹線、鈍行と同じ新幹線みたいな。そうなっちゃう。なるほどね。大阪まで何時間みたいな思っちゃうじゃないですか。普通になる。あれ思いませんでした？いや思わない。東名高速が透明になっちゃったみたいな。あ、それは思った思った。ね、透明高速は思った。子供の時ね。うわ、出た近未来。透明になるのかなと思って。ね、思いますよね。走ってる俺たち。は自分たちのこと見えてるけど、外側からは透明に見えるのかなとかね。すごいですよね、透明高速。そう、透明高速。でも透明高速が広島にいる頃はなかったから、関東にはそういう風になってるんだと思ってた、子供の頃。向こうはそうなんだ。だからうちらは透明高速は透明だと思ってたんです。本当に。なるほど。そうそうそう。もしくはこうちょっとあのガラス張りになってたりとかして、わ、透明高速だって言えると思ったら全然違ったっていうね。そうやんけ。でもこんなにそういう言葉に触れなかったら、まずとりあえずそう思っちゃうよね。思っちゃいます。最初はね。最初は思っちゃう。なんだか意味が分かんないもんね。うん。そうなんだよね。いいな、オートゲリ。かわいそう。オートなゲリ。かわいそう。かわいそう。それは怖かっただろうね。先生普通に食当たりって言ってあげてほしいんだけど。まあ食当たりも分かんないじゃん。あ、そっか。ショック当たりとかよく分かんないものになったかもしれないけど。でもそれ言われちゃってんのも恥ずかしいよね、クラスで。そうなんですよ。別にもう二号生はいいよ。いいじゃん、具合悪くてちょっと休んでますでいいよね。お腹痛いでいいと思う。具体的に。お腹痛いも言わなくていいと思う。具合が悪いでいいと思う。具体的すぎる。絶対残りの数年間オートとか言われてますよ。そう言われてまあオートだけだったらかっこいいけどね。思いません、オート。でも絶対さ、王様のと。うん、草。お前だろう、オート蹴り。オートでやっただろみたいな、ね、お前トイレ行け。そんなことないもん。お先生も気をつけようね。そうだよね。もし、はい、あの聞いてらっしゃったら、その後どうなったかオート蹴りさんお便りいただければ。はい。もう一つ、もう一ついきますか。イエーイ、はいはいはい、じゃあもう一ついきます。ペンネーム、時報レオパルドンからいただきました、はい、目とチンコの先ぐらいだよな。ちょっと待って、今聞いちゃいけないこと。ちょっと待って、ゆっくりお願いします。目とチンコの先ぐらいだよな。先日仕事中、実家の近くにいる人に言われました。本人は目と鼻の先に比べて遠いと言いたかったのですが、ああ、なるほどね。それから考えると、いや、案外遠くね、というツッコミがもう、止められませんでした。目と鼻ぐらいよりは、目と鼻の先よりは、いや、長いよ。ロングだから。そうそう、目とチンコの先。
別につま先とか何でもよかったじゃないですか。へそとかね。そうそうそう。いやでもね、これはね、言った人はね、確信犯だったと思うよ、これ。あー、ちょっと笑わせようっていう気が。そうね。そうちょっと下ネタで、ウィットなギャグを入れていこうかなって思ったら、ね、みんながドンビータって話ですよね。あー、うん、遠いわーってなったってことね。なんか、あいつんちすぐ近くだって言ってたけど、どのくらい？目と鼻の先ぐらい？いや、目と。ぐらいみたいな。なんで黙ったし、言っちゃえばいいじゃん。いやだからちょめちょめだよ。そこは。そうだね、もう。テレンでいいじゃん。目と。その先で。いいな。そこで言うなよ。それ全然いやらしくないからね。あとで P が外れた時になんだよってことになっちゃう。しかも超遠いからね。遠いよ。赤道まで行ってるからね。やばいよ。大丈夫かなこの放送。まあね、最後は結構ひどかったですね。ひどいですね。まあみんな結構ひどかったですけど、最後はもっとひどかったですね。はい。お待ちしております。もっとひどいのをね。そうだ。引き続き。まあ目からごぼうですからね、はい、引き続き送ってください。目からごぼうでした。こちらマサト、アニメショップに潜入中。テレビアニメリトルバスターズブルーレイ& DVD 第3巻がついに発売されたのか。本物を見るのは初めてだぜ。先週ピーオンで隠されていた話もこれを買えば少しはわかるかもしれねえな。こりゃ買わねえとな。俺今いくら持ってたっけ。21円。また来るぜ。輝け短歌コンクール。演歌じゃないよ、短歌だよ。あー、和風、すごい和風。和風。はい、というわけで、前回1月の末の筋肉会にですね、はい、あれ筋肉会ということはカンナさんとミュルカワさんの会の時に、うんうん、新コーナー募集で募集したものですよね。やったやった、はい、やりたいってさ、うん、そうですよね。 それを今回はまあ特別21回ロリ会ちゅうことで、うん、私たちも一緒にみんなでやってみましょう。こういうの面白いもんね。面白い。そしてですね、これやばいです。はい、もう1ヶ月に1回じゃ間に合わないぐらいめっちゃメール来てます。めっちゃ来てる。はい、すげえな。そういうわけで、もしかしたらもちろんあの筋肉会の時には常時もう100通ぐらい紹介してですね、2人で。多いよ。頭っからケツまでそれやってる。そうそうそう、ずっと読んでる。今日は短歌会みたいな。そうそうそう、筋肉短歌会みたいな。まあそんなしたり、あとはまたゲストさんが来た時にみんなで面白おかしくやっていこうじゃないかみたいな感じで柔軟的にやっていきたいと思います。はい、でですね、これは新この新コーナーはアニメでおなじみ短歌を作ろうっていうのがアニメで放送されたじゃないですか。はい、それと同じようにさせていただいて、まずバラバラのワードを合わせて一つの短歌を作ってみるコーナーです。募集しましたのは5文字枠7文字枠のワードで募集をかけてきたんですけれども、はい、57577の5つのパートを読んでいきます。はい、今回はロリ会記念ということで、まず最初の5、上の句の5は緑川さん、はい、はい、7は民安智恵さん、はい、はい、なぜかフルネームで言ってしまいました。なんで、はい、そして5、上の句の最後は神田さん、はい、はい、で77、下の句は私で読んでいきたいと思いますので、うん、はい、はい、まずそれぞれに皆さんに短歌のこう単語をですね、ドバーッと渡しました、うん、はい、はい、渡させていただきましたよ。これをランダムに皆さん、上から順番とかじゃないんです、はい、好きなとこから好きなものを抜いて、はい、めくらないで。はい、持ってますよ。俺もらってないよ。あれ本当に、そんなことない。本当にもらってないよ。いやいや、俺本当にもらってないんだよ。さっき打ち合わせの時に渡しましたよ。渡してたよ。え、マジ？いや、俺、うん、あ、CM 原稿の上に置いたかも。皆さんちょっとお待ちくださいね。え、この隙にトイレ行ってこようか。だからダメだよ。別に行った。ダメだって。カンナ、カンさん、これ本気で言ったんですよ。どう思います？まあまあまあ、ヒカルちゃんだからね。それはまあ、それすらも面白さにこう変えられるっていうことはこの人の才能だと思いますけど、ね、許していいんですか？いや、まだ許していいとかはいけないとかそういうことじゃない。お待たせしましたね。絶対ね、受け取ってたでしょそれね。もうだって俺見たでしょ。受け取ってんの見てたの。違う違う、その前に、話してるけどいつくれるんだろうって長いこと思ってたから、そのままもらってないと思い込んじゃってたのはもらったんだけどね。そうそう、はいはい、というわけでですね、はいはい、手元にあるもの、はい、まず引いて裏返したまんまで、うん、読んでいきたいと思います。はい、はいはい、じゃあまず皆さん決めてください。はい、じゃあこれ、はい、よしこい、ではお願いします。はい、
別に。あの隙間から若返る。頭に紛れ筋肉わっしょい。あら、なんか別にこれ別々には誰からですか？ペンネーム靴下に開いた穴さんからいただきました。そしてはい、私のあの隙間からは向かいの家のヤギヌーさんからいただきました。で、俺の若返るはアルゴからいただきました。はい。で、私が子供に紛れが哲学者の卵さん、光る筋肉で筋肉はしょい。もう一回ゆっくり読んでみます。この別には大して意味ないもんね。だからあの隙間から若返 る。で、子供に紛れ筋肉はっしょい。若返る、子供に、ま、もう子供に紛れ紛れちゃった。あ、子供なのに若返る。なるほど。じゃあ、あの隙間からは筋肉はっしょいにかかる装飾語なんだ。若返る子供たちに紛れて、その隙間から筋肉はっしょい。別には季語かいじゃん。別にあんま意味ないね。別にあの隙間から森川さんが可愛いだけっていうね。チュンデレになりました。なるほどね。なるほどね。こういう感じでやっていきたいと思います。はい、なるべく紹介しましょう、ね。はい、どんどん行きましょう。行きましょう、はい、いいですか？はい、じゃあ行きますよ。ド派手だぜ。魔風に染める筋肉屋クドの真似ホームパーティー。今の状況じゃないですかこれ。すごい。はい、ちなみに私はアルゴさんからいただきました。ド派手。はい、斉藤のマスクさんからいただきました。魔風に染める。はい、これは筋肉屋は翔さんからいただきました。天気職人さんから工藤のモノマネ。ペンネーム細胞さんからホームパーティー。でも魔風に染めるだから全員ブラッククドレフ会にならないと。筋肉屋でも結局筋肉に染まってるってことですか？そうそう、筋肉で工藤のモノマネホームパーティー。あー、すごい綺麗ですね。なんかうまいこといきますね。いけんだね。うん、こんなに綺麗に句ができるとは思わなかった。いかねえことを願ってこう行こうかな。うん、行きますか。はい、行きますよ。歯が欠けた声高らかに筋肉イエイエイジェネレーション。ペンネームです。違った。長いと思った。もう一回いきますか。行きますよ、じゃあ、はい。歯が欠けた声高らかに弾け飛ぶ。ああ、生ハゲや緑川先生の次回作にご期待ください。投げ俺ペンネーム。はい、ちなみに歯が欠けたは、川名美咲さんです。はい、声高らかには耳かきサンドさんからもらいました。はい、弾け飛ぶは筋肉イエイエイジェネレーションさんからいただきました。はい、モリニャンから生ハゲでイジーさんから緑川先生の次回作にご期待くださいです。ああ、でも歯が欠けたいいですね。でも弾け飛んでるよ。声高らかに弾け飛んでるよ。歯が欠けたっていう。しかも、ああ生ハゲやって言いながら弾け飛んでるからね。プシャーっていう緑川先生の時間先にご期待ください。緑川先生お願いします。緑川先生お願いしますよ。ああ生ハゲや。ギャグ作家だ。絶対そうだな。弾け飛ぶもんね。じゃあ続けます。面白いこれ。やばいな、はい、いきますよ。はい、やつが来る筋肉さんよ。おっぱいや。おじに似ている筋肉による。よくわかんないよ。おっぱいなの？ちなみにやつが来るはペンネーム黒猫ランチさんです。はい、筋肉さんよは春風さんからいただきました。はい、おっぱいやは顔面腹筋天使からいただきました。はい、おじに似ているは週23回ペース筋肉によるはポポメロンさんです。うん、すごい、筋肉が句の中に2回出てくるって。すごいね。どんだけ筋肉推しなんですかですよね。すごいね。でもほら、うん、おっぱいだもん。こんなにね、透明盛大におっぱいっていうのはこういうことだからシチュエーションだからです。しかもね、今カンナさん本当にギリギリまで見ないでめくった瞬間におっぱいや。それはそれで超衝撃的なんですけど。おっぱい大好きです。すごいですね。はい、おっぱいなのにおじに似ている筋肉に。おじに似ているんだね。面白いですねこれ。理解するのもなかなか楽しいですね。はい、じゃあ行きますよ。はい、はい、パンツ食うペロペロしたいサイボーグ炊飯器からカンナ信俊。早くな。まあ全てカンナ信俊ってことね。パンツ食ってるしパンツ食ってるしペロペロしてるし、サイボーグになっちゃってるからね。サイボーグはしかも炊飯器から出てきて
神田さん、これすごい一番しっかりしてる、しっかりしてる、これ炊飯器からサイボーグの神田くんが出てきてパンツ食うし、してるし、これなんかベストコンクール賞佳作、今んとこすごい、これベストにしましょう、ちょっとこれ取っときましょう、これペンネーム紹介してない、あまりにも完璧すぎた。はい、パンツくんはですね、ペンネーム空腹な年上萌え紳士さんです。はい、ペロペロしたいは辛すぎた麻婆豆腐さんから、はい、サイボーグは小宇宙ノバからいただきました、お炊飯器はおじさんで神田さんはスケコマシです。なんだそりゃ、神田さんはスケコマシです。神田信俊って送った方はペンネームスケコマシさんだ。もうしかしサイボーグのペロペロってどんなのな。でもパンツはムッシャムッシャですよね。これちょっとあのベストコンクール今んとこちょっといい、ね、ベストタッパってことで、放送作家さんに当てて、次ラスト、次ラスト、はい、これにしよう。こちらリン、あなたのハート、帰りたい、カロリーメイトで和風レストラン。まあ、リンが、あなたのハート、まあ、リンがあなたのハートに、こちらリン、あなたのハートに帰りたい、カロリーメイトで和風レストラン。なるほど、なんかこう切ない感じがするね。切ないですね。だってカロリーメイトでですもんね。そうだね。その和風レストラン、多分なんかキャッチフレーズが こちらリン、あなたのハート帰りたいって書いてある。あ、キャッチフレーズなんだこれ。ああ、そうすげえ。メニュー1個しかないけど、あなたのハートに帰りたい。いいですね、潜入、ナイス潜入っていうことです ね、 ね、一応ペンネームを紹介しましょう。はい、こちらリンはですね、ペンネームマダイさんかな。はい、あなたのハートはココアミント21からいただきました。はい、帰りたいはアウクからいただきました。カロリーメイトでは稲妻アロマさんで、和風レストランは青潤さんですね。これ面白いな、楽しいですね、これ超楽しいわこれ。いや、今回のあの最高傑作がもうでも出ましたからね。そうだね、サイボーグ、そう、これなんかまとめて最終的にどの句が最高かでプレゼントあげたりしましょう。あ、いいかもしれない、ね、そんな、っていうのを筋肉界でやっていくっていうのはどうですか。あ、いいね、いいね、いいですね、それいいね、楽しいです。また最後の7文字に神田信俊入れるとちゃんと7文字だから座りがいいよね。うわあ、これから全部下の句の際は神田信俊って。やめなさいよ。若林直美じゃできないし、緑川光もできないんで、はい、全部神田君。でも7文字からさ、あのはみ出てもいいわけだからさ、それはそれでまた面白みがあるわけです。でもやっぱりきちっと7で決められちゃうとね。だって一番最初も別にあの隙間から考える子供にまみれ神田信俊って書いてる。ああ、やっぱ7が気持ちいい。いいな。じゃあもうちょっと下の句神田信俊禁止令とか出しとかないと。だからもうそれはもう決定。一回はそれで読んでみるってことですか。なるほどな。神田さん、そんな暗い顔しないでくださいよ。いや、暗い顔はしてないけど、ね、あれが相当面白かったな。面白かった。でも私、緑川先生の次回作にご期待くださいもすごい好きなんですけど、ね、だからそう、全然そのだからね、あの文字数にとらわれないやつも面白いじゃん。それもいいですね。でもそれはたまにあるからいいんじゃない。みんななんかさ、同行してくると思う。もういいよこれ、お腹いっぱいに。なるほど、なっちゃうもん。だからそう、神田信俊もお腹いっぱいになるよ、それだから。そうですね、座りは良くても、ね、あ、でも本が面白かった、面白かったです、面白かったですね。はい、というわけでこのような感じでやっていきますので、皆さんどんどん、下の句上の句お待ちしております。輝け短歌コンクール、演歌じゃないよ、短歌だよ。でしたー、ドッカーン。戦闘力は53万ぐらい。エンディングですよ。もしかしてさっきのコーナーのケツで変身した。そうです。あ、敬語になった。なるほど、すげえやべ、強い人じゃねこれ。強い人だ。敵に対していつも敬語の人だ。キュン、色白。さっきまでエクレアでしたがね。なんか丁寧ですね。そんなことございませんよ。何ですか、顔芸しても伝わらないと思う。他にどう表せばいいんですか。あ、すごい、俺も会ったことある気がする。違いますよ。合ってるかもしれませんが。俺会ったことね。っていうか、ある意味怒られるレベルじゃないですかね。気を使
つけないといけませんよ、カンナさん。なんでだよ。あ、出たキラーワード、カンナのぶとし七文字。あんた何でもかんでも俺かよ。締める時はカンナのぶとし。収まりがなかなかいいですね。そうそう、収まりいいね、この名前ね。いいですね、素敵。あーね、楽しかったな、ね、うん、楽しかったです。あ、3月になりましたら、はい、今回筋肉会があるんですってね。あ、今月はありますね、もちろん。そうです、うん、よかったですね。よかったね。その時にまたね、名作が生まれるかもしれない。そうですね、本当に楽しかったですね、うん、ですね、はい、でも人数多い時の方が面白いかもね、これはね。いや、そんなことないですよ。あ、そう。ニヤニヤしたいんで。でも本当結構あのコーナーにね、送られてきてるらしいから、うん、もっともっとすごいの、あれもなんだ、本当にマジで用意してるわけじゃないから、本当です、行き当たりばったりで行ってるからね、おーって感じだから、パッとこうひっくり返して、直前にひっくり返してるからね。、うん、だから間違えてこう自分も起きちゃうんだけど。メール、あのペンネーム読んじゃったりね。ペンネーム読んじゃうとかね。あー、あります、あります。なんか実際リトルバスターズのメンバーがやってるのと同じことをやってるから、ちょっと楽しいですね。そうですね、じゃあみんなもやって遊んでくれたらいいと思う。はい、お願いします。あ、何、そうだ、何、あの宣伝していいですか。はいはい。あ、大丈夫。私実はですね、この3月の末、はい、筋肉会が放送される週だと思うんですけれど、うん、はいはい、その前の週ですね、筋肉会が放送される前の週にですね、うん、私お芝居を下北沢劇小劇場でやらせていただきます。はい、パルズシェア第10回公演アンリクロードという作品に出させていただいております。詳しくはですね、あのパルズシェアさんのホームページ、もしくは私若林直美のホームページを見ていただくと、そこからリンク貼ってありますんで、はい、ぜひぜひ、あのお暇な時間があるときは見に来ていただきたいと思います。ですね、はい、頑張ってますね。頑張ってお芝居もですね、鍛えていってですね、はい、いつか53万ぐらいの戦闘力どんどんリアルに思っているんです。まあ、ちょっとそのうちあれもあるんでしょ、腹筋習いにも行ってた。そう、腹筋も習いに行きたいし、もうやりたいことたくさんあるんですよ。いいね、夢がたくさんあって、はい、夢がたくさん、カンナのぶとし。他人になってるじゃん。カンナ君もなんかミッションとかね、ぜひね。ぜひよ。なんだ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 、怖いことされるの、怖いことされる。俺もなんか考え、いや今ともいちゃんも頑張ってるからさ、はい、頑張ってます、ね、やりましょう、みんなでミッション。そう、今年どんどんチャレンジしていきましょう。俺カンナ君トイレに行ってほしいな。なんだよ。ダメだよ。あ、収録中に。え、そんな二人同時に行っちゃうんじゃないですか。ツレショ、ツレショ、あ、出た出た、誰もしゃべる。長田さんだけがマイクつけたままツレショ。ダメですよ。あの、トイレない会話、女子には絶対聞けない、トイレない会話。音も入っちゃうじゃん。じゃあトイレ行って。ごめん、カンナ君、石か八か、俺台行くわ。誰得なんだ、カンナのぶとし。あ、いいね、おさまりはね、本当に素晴らしいですね。カンナさんの名前って神がかってますね。まあ、神という字入ってるからね。うわー、この名前大事にしないとね、本当に、ね、いけないです。素敵です。まあ、今回はロリ会ということで4人揃ったんですけど、またなんかね、そういう記念みたいな時に揃ってやりたいですね。そうですね、やって、やりたい、やりたい、それが楽しい、はい、ね、お楽しみにしてくださいね、はい、はい、そんなわけでお相手は夏目恭介役の緑川光と、夏目凛役の初代ホワイトクドリャフカ民康智恵と、戦闘力は50。ノーミクドリャフカ役の若林直美と、井ノ原正人役の菅野信俊でした。さようなら。リトルバスターズ R、 この番組はビジュアルアーツ響きファブリーコミュニケーションズの提供でお送りいたしました。